夏白菊の花夏白菊は伝統的な薬用ハーブでありヨーロッパなどで古くから庭に植えられてきた植物である。装飾に使用されることもある。成長すると柑橘系の香りを持つ葉に覆われた高さ46センチメートルほどの小さなブッシュとなりレイジーに似た花をつける。広がるのがとても早く数年で広いエリアを覆ってしまう。夏白菊は ユーラシア大陸のバルカン半島やアナトリア半島やコーカサス地方あたりが原産である。しかし世界中で栽培されるようになったため、今ではヨーロッパ、北、アメリカ、チリなどでも見られる。薬草として使われ出したのがいつ頃からなのかは分かっていないが、ギリシャのディオスコリデスが講演商材として記したのが文書に記載された最初の事例である。 英名のフィーバーフューは、ラテン語で解熱剤を意味する、フェブラフュジアに由来する。ナツシロギクは、薬草として解熱剤、頭痛や関節炎や消化器以上の薬として用いられてきた。しかしこれらの薬効の根拠まだ科学的に十分支持されておらず、偽薬効果を超えるものではないとされる。ナツシロギクの有効成分は、パルテノリド、タネチーなどであると言われている。 パルテノリドに関しては、インビトロで、いくつかの癌細胞株にアポトーシスを引き起こす作用が確認できたという研究結果がある。現在公表された研究で、パルテノリドやナツシロギクが人間の癌へ及ぼす作用を調査したものは存在しない。ナツシロギクが含まれたサプリメントが市販されているが、そのラベルに示されたパルテノリドの標準化された量は、 実際の顔料と大きく異なり40倍以上の差がある。このようなパルテノリドを含むサプリメントのラベル表示と実際の顔料は全く類似していなかったという調査結果がある。長期間夏白菊を摂取していた人がその摂取をやめると半調整頭痛や筋肉痛、関節痛を伴う離脱症候群を引き起こすことがある。また夏白菊は 接触皮膚炎などのアレルギー症状を引き起こすことがある。他にも吐き気、嘔吐、腹痛、下痢、誇張などを引き起こすことがある。歯を傾向で摂取した時、口内炎や口内の腫れ、無感覚を引き起こすことがある。夏白菊は、工業工薬と干渉したり、出血のリスクを高める。また、肝臓の薬物代謝に影響を与えることがある。妊婦は、 夏白菊を摂取すべきではない。ありがとうございます。